どうもこんばんちは、キシトです。クーロン妖魔学園記続きやっていきたいと思います。さあ次の話に行こう。夜の校舎ってのは不気味だぜ。いい夜だ。三の栄の川田だな。誰だよ。隠れてないで出てこい。何故このような時間に校舎の近くを歩いている。放課後に校舎内に入ることは生徒会の定めた校則で禁じられているはずだ。その禁を破ろうとする者は処罰しなければならない。処罰って、まさかお前は執行委員だとしたらどうする？おい待ってくれよ。俺はただ忘れ物を取りに校舎の方へ来ただけだ。中には入ってないじゃないか。規則を破る前に罰を下すのもまた生徒会の役目だ。ふざけんな。なんでそんな規則に縛られなければならないんだよ。そもそも生徒会が勝手に決めた校則を守る義務なんて俺たちにはないぜ。そうだろ。この学園を支配しているのはただの生徒会ではない。生徒会という特別な者たちだということを忘れるな。何が特別だ。うわー、安心しろ、峰打ちだ。お主には他の生徒たちへの見せしめとなってもらう。さすがだな。これで正しかったのか。最強の剣士ケンスケ。もちろんだ。この生徒は規則を犯そうとしていた。悪は罰せられなければならない。弾丸でさえ切るからね、ケンスケ。甘いことを考えているのではないだろうな。規則を犯してからでは遅すぎるな。世の中を見ろ。誰かが殺められてから、その加害者を処罰したとしても、死者は蘇らない。戦争が起きてからそれを止めようとしても、失われたものは元には戻らない。起きてしまったことに対して、何かをしようとして、それにどんな意味がある。悪の目は早いうちに摘まなければならない。生徒会や執行委員によってな。この学園は生徒会の崇高なる秩序によって管理されるべきなんだ。秩序か。そう。そういえばもう一人悪の目を発見した。三のシーン。先月この学園に来た転校生。俺か。転校生だと。執行委員を次々に倒しているという強者か。実は拙者も気にはなっていた。強者。そいつは卑劣な罠を張り巡らして生徒会の者を倒し、自分がこの学園を支配しようと目論む邪悪なる意志。勝手なことを言ってくれるな。なんと。では倒された執行委員は転校生の罠にはまったと。そう。正々堂々と戦わず関係を仕組み落とし入れるとは。転校生め。純粋すぎるだろ。敵を討ちたい。無論だ。では我が力を貸してやろう。二人で転校生を。手助けは無用だ。拙者もモノノフの端くれ、正面から堂々と名乗りを上げ、堂々と勝負を挑む。見事堂々と打ち破ってくれる執行委員の名にかけてな。相手はただ者じゃない。そんな木刀で倒せるのか。心配無用。もうやばいからな、ケンスケの国。余震場そのものが真のモノノフだったとしても、拙者の剣で切れぬものはない。
せいぜい首を洗って待っているがよい。拙者が引導を渡してくれる。それではごめん。どういう力なんや。すさまじい力。転校生と生徒会の戦いを見物させてもらうつもりだったが、どうやら転校生の命運もここで尽きることになりそうだ。まあいい。そうなれば別の手を使うまでだ。この呪われた学院を覆う闇は至るところだ。この話でね、つくみとちょっと入れ替わっちゃうんだよね、体が。なんで戦いに行くときはつくみの体で行くっていう不思議なことなんだよね。それによってケンスケはつくみに惚れてしまうっていう。倒したのは俺だけど体がつくみだからね。おはよう。ねえねえ、聞いた？学園の敷地内で謎の生物が目撃されたって話。そうなのか。さすが情報が早いね。そっか、情報収集能力とかもトレジャーハンターにとっては必要なスキルだし当然か。やっぱりプロは違うよね。そうだろう。同じぐらいの男子は頼りないけど、君はちょっと違う感じ。聞いたのなら話は早いんだけどさ、なんでもその謎の生物はツチノコって言って蛇に似た姿をしているんだって。何日か前にテニス部や他の運動部の部員が中庭で目撃して捕まえようとしたんだけど逃げられちゃったみたいで、昨日も野球部の部員が校庭でいきなり飛びかかられたらしいの。最初は墓地を飛んでいるコウモリか野良猫じゃないかと思ったらしいんだけど、よーく見てみたら足がないし頭が大きくてまるでビール瓶みたいな生き物なんだって。なんだそれ。実はみんながこんなにツチノコで大騒ぎしてるのにはもう一つ訳があるんだ。うちの学園には3番目のツチノコっていう階段があってね、ツチノコを捕まえた人は何でも願いが叶うとかどうとか、そんなので願いが叶ったら誰も苦労しないと思うけど、とは言ってもツチノコっていう事態すごく珍しいと思わない？ねえ、私たちで捕まえてみようよ。きっと世紀の大発見だよ。1メートル以上ジャンプできる蛇に似た謎の生物なんて見たことも聞いたこともないもん。そんなもんいるのか。私一人で捕まえに行くのは怖いけど君が一緒なら心強いしね、一緒に行こう。面白そうではあるけどな。うん、君がいてくれるなら私。おい、悪いこと言わないからやめておけ。よ、みなかみくん、今朝はどうしたの？すごく早くない？下の階で2年が騒いでたんで目が覚めたんだよ。まったく寮の中で喧嘩なんてしやがって、外でやれって言うんだ。そうなんだ。でもよかったじゃない、早起きできたんだから。あのな、そういう問題じゃないだろ。
みなとみくんも私たちと一緒にツチノコ捕まえに行く？何がツチノコを捕まえるだよ。あんなもん捕まえられるわけないだろう。やるだけ時間の無駄だ。俺だったらその分昼寝でもするがね。お前もそう思うだろう。睡眠ってのは有意義な時間の過ごし方だからな。まあ寝るのは大事だな。捕まえられるわけないって、みなかみくん、ツチノコ見たことあるの？まあな。そこでじゃあどんな姿してた？ツチノコだろ。そうだな、確かこんな形だったか。なんて言ってもツチノコっていうぐらいだからな。こういう子供の姿をしてたぜ。これは知らないけどな。なかなか凶悪な面構えだろ。残念でした。なんだよ。ツチノコっていうのは蛇みたいな形をしているんだよ。蛇みたいな。そう、こんな風に太くて短い胴体と、まあ恐ろしい顔つき。一般的に俺らがしてるのは蛇みたいな感じだもんな。これがツチノコの姿だよ。なんだよそのブサイクな生き物は。ひどい。私のツチノコ似てるよね。俺に振るな。ツチノコといえば俺の方が似てるだろ。これやった方が上がって下がるんだよな。どっちかっつったら光太郎の方がいいんだよな。光太郎にしとくか。さすが絵心っていうのを分かってるな。はあ、おはようございます。あ、つくみ、おはよう。個人曰く、友情のための最大の努力は友人に我々の欠点を見せることではない、彼に彼の欠点を悟らせることである。どういう意味だよ七瀬。いえ、別に深い意味はありません。土のことは古代よりこの日本に存在していたユーマ、未確認生物です。あなたは土のこの伝承を知っていますか？お、まあね、知ってるよ。そうですか。では私たちが土のこをどうしなければならないかもわかりますよね。どうするって、捕まえて賞金をもらうとかじゃないの？違います。もともと野に住んでいると言われたツチノコがこんな場所に現れるなんて、きっと文明の進歩とともに自然が失われ、住むべき野を追われた結果かもしれません。もしそうだとしたら、私たち人間にも責任があるのではないでしょうか。そうですね、ツチノコだけのことではなく、まあ、自然の動物、何とかしなくてはならない問題だと思います。関しても同じことが言えるけどな。責任か。ん？文明の進歩がもたらしたのは迫害と破壊だけじゃないさ。高度な文明は俺たちに豊かな暮らしを与え、銀色の明日を見せてくれた。そういう上で生きている俺たちに文明を非難する資格はないと思うんだ。もし綺麗事を言う奴がいるとしたら、そいつは無知か偽善者だってことだ。みなかみくん、そこまで言わなくてもいいじゃない。つくみだって文明の上に立つ人には責任があるって言っただけで、文明を否定したりなくなればいいなんて言ってないじゃない。俺も一般論を言ったまでだ。まあ七瀬の考えとは違うが、ツチノコ探しに反対だという点においては俺も同意見だ。ユーマも異星人も謎だからこそロマンがある。何でもかんでも白日のもとにさらそうっていうのは
人間のエゴだと思うがな。それはそうだけどさ。まあ今まで捕まっていないものがヤチコに捕まえられるとも思えない。諦めた方が賢明さ。お、せっかく早く登校したのに授業に遅れたらシャレにならないぜ。確か1次元目は音楽だったよな。俺は先に音楽室に行ってるぞ。1元目から音楽はやだな。行かな。あ、待って、私も行く。君も早く行こう。それじゃあつくみ、また後で。じゃあね。それじゃあ私も行きますね。まだ。どけ女。あ、ごめんなさい。お初に嫁にかかる。拙者 3B で世話になっておるマリア・ケンスケと申す。つかぬことを聞くが、お主の名は？俺が九条明人だ。やはりお主がそうか。噂によるとお主随分と腕が立つそうだな。その腕に敬意を表し、拙者も正々堂々と素性を明かして進ぜよう。剣道部の首相というのは世を忍ぶ仮の姿。拙者の真の姿は生徒会執行委員、つまりお主がここまで戦ってきた者と同じ呪われし力を与えられた者よ。あらからが倒されていくのを見てお主と手合わせをしたくここまで参った次第だ。どうだ、拙者と一勝負してはもらえぬか。燃える勝負。おお、なかなかの軽眼よ。手合わせせずとも拙者の腕を見抜くとはな。ますますやり合ってみたくなったぞ。どうしたの先生。おはよう。あなたは B 組の子ね。マリア君だったかしら。転校生よ、続きは後でだ。正々堂々とこのことは他言せぬよ。それではごめん。今回は先生をちょっと巻き込むことになるんだよな。ごめんなさい、話の邪魔をしてしまったかしら。いいんですよ、あんなやつ気にしなくたって。もう先生真面目に言っているのよ。実はあなたにお願いがあって探していたの。今日の夜7時ぐらいに先生の家に来てくれる？夜にですか？ちょっと学校じゃ話せない内容で、あなたの考えを聞かせてほしいの。いい？もちろんじゃないですか。ありがとう。まあ実際これ告白フラグだからね。それじゃあ夜の7時に。大事な選択肢なんだよ。またね。今のも好感度高いと出てこない選択肢だから。また夜に先生。今回は巻き込んでしまいますけど必ず助けますんで。もう授業が始まる頃か。これは坊ちゃま、お目覚めでございますか。ああ、うたた寝をしていたようだ。今朝方、屋敷にお戻りになられた時にお顔を拝見しましたが、随分とお疲れのご様子でございましたから無理もございませんでしょう。新しく来た転校生はかなりのやり手のようですな。うん、よもや出雲にまで足を踏み入れようとは。まあいい、転校生がどれほどの才能を持っていようと最下層の現実までたどり着くことなどできはしない。さようですな。最近
よく夢を見るんだ。同じ夢を。夢でございますか？そうだ。夢は自分自身の無意識の問いに対する答えだと言います。その人の心の奥底に押し込められていた問いかけに対する。人は常に自問しながら生きている。この学園にいる生徒や教師たちも例外ではない。自分は何を学ぶべきなのか、自分は何を仕事とすべきなのか、自分は誰を友とすべきなのか、自分は、自分はどこから来てどこへ向かうべきなのか。その問いに対する答えが夢で得られるというのなら、それも悪くはない。人間はまどろみの中で答えの得られる日を待っているのだ。起こしてしまったか。何かあったんですか？マリアが転校生に接触した。マリアが？今まで執行員でありながら生徒会役員の命でも動かなかったものがなぜ今頃になって？そういえば数日前から様子がおかしかったわ。もしかして何か関係が？くだらない詮索はするな。自らの使命を思い出しただけかもしれん。それはそうですけど。その答えはもうすぐ出る。転校生との戦いの中でな。マリアは今までのもののようにはいかないだろう。あいつにはあの剣がある。呪われし力により人を超越した剣の力がな。そうね、今度も転校生は執行員の魔人を倒せるのか、それともマリアの力の前に散るのか、ゆっくりと見物させてもらいましょう。おい。お、ヤマトか。よっ、今授業が終わったのか？俺はどうも昨日から具合が悪くて、ちょうど今来たところでな。しかしこの騒ぎはなんだ。虫取り網やモップを持った生徒たちとすれ違ったが。モップは違うだろ。ツチノコがいるらしいぞ。ツチノコを見たやつがいて、みんなそれを捕まえようとしてる。おいおい、ここはどこだ？未開のジャングルや秘境の奥地じゃないだろう。新宿だぞ。塀に囲まれているとはいえ、東京のど真ん中だ。現代社会の象徴ともいえる場所で、この間の異星人騒動に続いて、土のことはな、どうなっているんだ、この学園は。まさか、君も土の子が学園にいるとか思っているんじゃないだろうな。それはないと思う。探そうと思っていないならそれでいいさ。まあ妙な力を持ってるやつがいるからな。土の子に限らず世界中で目撃されたユーマ、未確認生物が発見された例はない。ネスコのネッシーもプエルトリコのチュパカブラも真相は不明なままだ。不明というのは明らかになっていないという意味だけでなく、明らかにできないという意味もあるだろう。つまり奇跡だの呪いだのと一緒で、 UFO やユーマなども存在しないということさ。そうな。俺の話を理解してくれたようだな。いずれにせよ、俺にはツチノコだのなんだのより大切なことがある。まあ、絶対いないとも限らないからな。そこはまあ夢とかロマンがあっていいんじゃないか。こうも体の調子が悪いと学園の生活もままならないし、不自由で仕方なくてな。まったく歯がゆいことこの上ない。タフそうな体をしていながら
情けない話さ。同情してくれるのか。だが自分の体のことは自分が一番よく知っている。この病のことをな。君はどこか具合の悪いところはないか。具合の悪いところ、今はちょっとあるんだよな。そうか。それならばまずは健全な精神を鍛えることだ。体と精神というのは深い関係を持っている。東洋医学でも精神に働きかけ体の病を治療するという療法が用いられている。つまり精神により我々が本来持っている原始的な遺伝子の活動を取り戻させ、細胞や血液などを正しく流すことで病や怪我を治療する方法だ。医学界の中ではそれを異端とする医者もいるらしいが、医者に治せないものを自然が治す場合もある。俺は奇跡や呪いなどは信じてはいないが、これはそれほど非科学的な話ではないさ。お前もそうは思わないか。確かにな、まあそういうのあるからな。実際に本当に君ってやつはそこまで俺の意見に同意したやつは初めてだよ。まあこの辺は俺よりもルイリー先生が詳しいだろう。なんといっても臨床心理の。ここまで髪長いと怖いよな。あれはやっぱり白木。あの方角だと音質を見ているのか。なかなかさ、てリアルでも見たことないけど、髪が足のだってくるぶしぐらいまであるんだぜ。そんな人見たことないけどな。こんにちは。逆にちょっと怖いよな。そこをどいてくれる。ちょっとそんな悲しいこと言わないでよ。なぜそんな顔をするの。私には理由がわからないわ。何を見ていたんだ。ただなんか白木は実は下着つけてないんじゃないのみたいな話あるんだよ。今窓の外を見ていただろう。何を見ていたんだ。別に何も、ただ外を眺めていただけ。ちょっとそういう説があるんだよね。嘘を言うな。あの温室に何かあるのか。そういえばあなたも転校生だったわね。転校生というのはみんな好奇心が旺盛なのかしら。いやそんなこともないと思うけど。俺そんな詮索してないよね。そう、この学園に来る転校生だけが特別なのだと思っていたわ。別に俺とこいつは転校生同士、この学園に早く馴染もうとしているだけだ。転校生が新天地のことを知りたがるのは当然だろう。二人がそんなに仲がいいとは知らなかったわ。男の友情は女には理解できないものさ。それよりもまだ俺の質問に答えてないぜ。一体そこの窓から何を見ていたのか。ただ景色を。そう答えたはずよ。そうかい、わかった。そういうことにしておこう。話はそれだけ。それじゃ私は行くわ。おっと待てよ白木、今度晩飯でも一緒にどうだい。彼が一緒なら考えてあげてもいいわ。こいつが。どうかしら。まあいいよ。まあこれも私はあなたとゆっくり話をしてみたかったわ。考えて出てこないあれだからな。さようなら。それじゃ。まあカスカは絶対仲間になるからね、強制的に。なあもう
前にも言ったが、この学園には謎が多いとは思わないか。生徒たちの間でまことしやかに囁かれている階段、墓地や廃屋などの学園という景色には不似合いな場所。一見無関係に思える全ての点は、うん、俺にはどれも一つの真実につながっているような気がしてならないのさ。そして俺の見たところ、白木は何かを知っている。この学園に隠された何かをな。それじゃ俺はちょっと屋上で風に当たってくる。またな。お、またな。ちょっと売店行ってこう。いらっしゃい。確かボールペンが確かいるはず。マイアイテムを入手しました。マイトアリつくみに渡すんじゃなかったかな、ボールペンは。何かご用ですか。ボールペン。まあボールペンとか辞書とか辞典とか文庫本とかどれかでよかった気がする。まあ確実なのはボールペンかな。プリンです、ありがとう。それじゃあまた。アイテムを入手しました。ボールペンあるじゃん。僕に何か用か。そうそう、これで鳥の羽が使うんだよね。なんでこんなの持ってんだお前。また。おう、その時はぜひとも聞かせてくれ。俺に何か用か。ああ、異世界転生みたいな。してみたいね。じゃ、またな。どうしたんだ、俺に言おうかい。外で運動、うん。また今度な。これ柔道部かなんかに入っているとちょっと会話が変わるのかな。確かヤマドは柔道部だった気がするんだよな。よく来たルイ先生。なあと言われてもな。悩みがあったらまたおいで。またアイテムを入手しました。ビタミン剤だけもらっていくな。あら、どうしたの。ああ、爬虫類とかそういうのね。うん、嫌いではないけどな。またいらっしゃい。まあ、アイテムを入手しました。パイプイスト、パクって言って。アイ
テムを入手しました。アイテムを入手しました。いろいろもらっていこうよ。アイテムを入手しました。アイテムを入手しました。カッターナイフ。アイテムを入手しました。ダークボード。 3B で取れるんだ。アイテムを入手しました。まあこんなもんかな。いいであろう。おい、1年のやつがツチノコを廃屋の方で見たってよ。ほんとかよ。マジかよ。ああ、なんでもすげえ高く飛び跳ねながら逃げたそうだ。見に行ってみようぜ。宣告は邪魔が入った。拙者の要件は簡単至極。宣告も言ったと思うが、今宵墓の奥にて手合わせを願いたいのだ。お主の噂を聞くにつけ、ぜひともその腕前が見てみたくなってな。もしお主の腕前が噂通り本物であるならば、待ち受けるケヒトと罠を越えて拙者のもとまでたどり着けるはず。どうかな、拙者の申し出を受けてもらえぬか。これはね、受けないを選択すると選択肢が増えるんだったかな。感情の威力が。だからこれ受けない方が良かった気がするんだよな、確か。それは拙者とは手合わせできぬということか。それとも罠を仕込む時間がなく、正攻法では拙者に勝てぬということかな。あまり俺を舐めるなよ。お主のやっていることを知らぬとでも思っているのか。どうあってもお主には拙者と手合わせをしてもらう。今宵クレムツ藩、夜の7時に墓の奥で待っておる。別に仲間を連れてきても構わぬぞ。これは試合ゆえ、お互い正々堂々と悔いの残らぬようにやり合おうではないか。それではごめん。今回バディ連れていけないんじゃなかったかな。確かつくみになるから。1対1になるんだよ。本当に正真正銘の1対1。確か誰も連れていけなかったはず。あ、わかった。もしかしてあれでしょう、ツチノコのこと考えていたとか。いや、実はそうなんだよね。え、そんなに気になってたの。実は私もなんだ。つくみやみなかみくんはやめておけって言うけど、捕まえないまでも見てみたいよね。なんて言ったって謎の生物だし、謎を知りたいと思うのは人間の本能だと思わない。まあ、この探求者はお分かりですな。君ってかっこいいよね。そうか。泥棒だ、誰かそいつを捕まえてくれ。ん、そいつうちの教師じゃないぜ。先生じゃないって。あ、もしかしてこの前ひな先生がホームルームで言っていた不審者かな。ちょっとごめんよ、お嬢ちゃん。ハロー。ん、少年、君はいつぞやの。おい、こっちだ、階段降りてったぞ。まずい。じゃあな、少年、バイ。そいつを逃がす。どうする。追いかけるぜ。追いかけよ。そうだ、これ持ってて。アイテムを入手しました。金属バット。不審者が襲いかかってきたらそれを使うといいよ。とにかく引こう。惨劇を回避しようってな、このバットで。
て逃げられちゃうよ。まずは D 組から本を回収して。つくみ危ない。え、うわちょっと大丈夫？二人とも。あー逃げられちゃう。ちょっといつまでも倒れてないで。つくみは私が見てるから早くあいつを追いかけて。そこに落ちているの、いつも持っているものだよね。ぶつかって落ちたんじゃない？変形的だよね。ぶつかって入れ替わるって。昔のアニメ感みたいな。これはね、左を探した方がいい。左を探すとモーターってのことになるんだよ。右を探すとニトロ剤だったかな。モーターの方がめちゃくちゃ価値があるから、モーター取った方がいい。アイテムを入手しました。これなかなか手に入らないものだからね。なんつってな。おっと、動くなよ。顔を見られると面倒なんでね、目隠しをさせてもらうぜ。どうやらこっちに追ってきたのは君一人だ。なかなかいい勘をしてるじゃないか。ここを抜け出すまでちょっとだけ付き合ってもらおう。安心しな、痛い思いはさせないから。後ろの男を殴る、後ろの男を蹴る。まあこれどっちやっても同じだからね。みぞおち。いや何すんじゃい。ったく、なんつうバカ力だ。そんなに力いっぱい蹴ることないだろう。これが相手やつだよ。いや、あんな無知とか言われてもだな。俺にはそういう趣味はないし。って何言わせんじゃん。そいつが校内で目撃されたっていう不審者が。離れてよ、あとは俺が引き受ける。おお、君はあの時の無気力高校生くん。なんだ、あの時のおっさんじゃないか。誰がおっさんだ。誰が。何してんだよ、こんな日中の校内で。人目につかないようにどっかに潜んで調査するだのなんだの言ってなかったか。いや、そうなんだが、調べたい場所があったんで、生徒が別のことに気を取られている間に調べようかと。別のことに気を。いや、ツチノコ騒動、なかなか名案だろ。おっさんが噂を広めたのか。まあね、思った以上に騒ぎが大きくなっちまって、俺自身驚いてるんだが。チッ、人騒がせな話だ。あのね、俺だって。そんなことより早く逃げた方がいいんじゃないか。じきにここを探しに教師や生徒が来るぜ。見逃してくれんのか。別におっさんが捕まろうが捕まるまいが、俺には関係のない話だ。それに生徒会や教師連中に事情聴取されるのもかったるいことこの上ないしな。お前も見逃してやってもいいと思うだろ。まあ別にな。意外と話がわかるじゃないか。俺はてっきり反対するもんだと思っていたがな。いやー、うんうん、君たち若者の意見はよくわかった。そんなに俺のことが好きだとは。じゃあ諸君、縁があったらまた会おう。またなベイビー。まったく、とんだトラブルメーカーだぜ。ただでさえ肥後をそそのかしたっていう謎の男の件でゴタゴタしているときに。それじゃあもう俺は行くぞ。だるいんで今日は早退することにしたんだ。じゃあな。まだな。お前は俺のことを
嫌っているものだと思っていたぞ。そういや気になってたんだが、教室に戻る前にそこの鏡で髪や服を直した方がいいぞ。転んだみたいに髪がボサボサだぜ。あ、どうしたんだよ、変な顔して。頬をつねってみる、胸を揉んでみる、個人曰くと言ってみる。男なら一度は胸を揉んでみたいと。おい、何やってんだよ。おい、何やってんだ。どうかしたのか。変わらない。なんだよ突然。さっきのおっさんにどこか怪我でもさせられたのか。そういうわけではないんだがな。おい七瀬。違うんだって。お前が七瀬じゃない。どういう意味だよ。おかしなこと言い出しやがって。ノイローゼなのストレスなの、そういう話ならルイリーにでも相談するんだな。なんだその鍵は。いつもそんなもんポケットに入れてんのか。5次元目の授業が始まる。俺は早退するからいいが、お前は早く教室に戻った方がいいんじゃないか。これからはせいぜい不審者には気をつけろよ。じゃあな。保健室へ行く、教室へ一旦戻る。これは保健室に行った方が良かった気がするんだよな。ルイリー先生の話をして、ルイリー先生は確かもう分かってくれるんだと思う。入りたまえ、君だろ。すごいよね、気配で俺って分かるっていう。誰かと思えば七瀬ではないか。間違えてすまなかった。おかしいな、転校生の気を確かに感じた。なんなんだ気を感じたって。すごいよ先生。まあいい、私の勘違いか。どうした、もう授業が始まっている時間だが、具合でも悪いのか。いやそうじゃないんだ先生。体が入れ替わった。では七瀬の姿を持つ君は転校生だというのか。なるほど、そうなんだよ。やはり私がさっき感じた転校生の気は勘違いではなかったというわけか。うん、とても興味深い現象だ。先生何とかしてくれ。私の祖国である中国に伝わる道教の教えでは、魂魄、つまり霊もそれを包む肉体も気という同じ物質から成り立っていると考えられている。君は霊と肉は同じものだと思うか、それとも異なるものだと思うか。うん、そうだね、私もそう思っている。霊と肉だけでなく、世の摂理や事象のことごとくも同じように気によって成り立ち、万物はその気の流れの中で流星を繰り返しているのだと。つまり気が病めば霊も肉も病み、気が枯渇すれば死に近づく。この気の流れの思想が人体における経絡であり、大地における風水と呼ばれるものだ。東洋と西洋だけを見ても霊と肉の概念は様々だ。だが共通して言えることは、霊と肉は結びついたまま永久不変ではないということだろう。気が他と混じり合う、霊が肉体を離れる。憑依、霊媒、リインカネーション、このような言葉を見ても霊と肉は非常に流動的な土台の上に存在すると見ていい。君の身に起こっていることは興味深い現象ではあるが、理解不能な現象ではない。まあだからこそ逆に言えば、
君たちの体が元に戻ることも可能だと私は思っているわけだ。私の言っていることがわかるな、七瀬。いや、転校生。いや、もちろんわかりますよ。先生のこと全面的に俺は信頼してきた。なんかおかしな感じだな。校生から愛を注がれるというのも。いか、何を言ってるんだ私は。まずは君の体と入れ替わった七瀬に会ってみることだ。入れ替わった時と同じ方法を試せば、あるいは元に戻れるかもしれない。七瀬を探してみるんだな。探している間にもしかしたら七瀬も君のように保健室に来るかもしれないが、そうしたらすぐに知らせるから安心したまえ。それともう一つ、このことはあまり人には話さない方がいい。君を、転校生を狙っている者がこの学園にはいるようだからな。なぜ君が狙われなければならないのか、その理由はあえて聞かないが、君の体を借りているのが七瀬だと分かれば、今まで様子を見ていた者たちも襲いかかってこないとは限らない。七瀬のためにも私と君だけの秘密にしておいた方がいいだろう。うん。七瀬を守るも守らないも君次第だ。よく考えるんだな。とにかく早く七瀬を探し出したまえ。まずはそれからだ。何か変化があったらいつでも来るといい。財前。ありがとう先生。うん、これは教室に戻った方が良かったかな。一回図書室行っちゃうと話進んじゃうから。お、剣道のじいさん。お主は確か A 組の七瀬とかいう女子じゃったかの。もう授業は始まっとるぞ。廊下の真ん中で何をしたらいいんじゃ。転校生と体が入れ替わったじゃと。そうなんだじいさん。そうか、なるほどね、うん、そうじゃ、いい考えがある。お、なんだいい考えって。本当に入れ替わったかどうかわしが確かめてやるわ。このわしのゴールドフィンガーでちょびっと触らせてくれるだけでいいから。触るんじゃねえよ。壁に老人になんてことするんじゃ。うるせえ。触手したらどうするつもりじゃ。まったく、おめえはそれくらいで死なねえよ。大丈夫だよ。わしがいなくなったら寂しいじゃろ。これからはもっと積極的に触らせてくれなくちゃならんぞ。埋めるぞじじい。お、そうじゃ、今の衝撃で思い出したわい。さっき図書室のところで転校生が探しておったぞ。トイレを我慢しているのか内股で立っておったが、もう与太市に住んでいるからじゃら。わしは公務員室に戻るが、二人とも授業をサボって変なことしたらいかんぞ。じゃあまたな。図書室に行く。アイテムを入手しました。これ一番最初に保健室行かないで教室戻ると、八千穂と確かかすかに会えるんだったかな。その時にね、八千穂に救急キットとか渡すとかなりいいアイテムもらえた気がするんだよね。まあ今回はルイリー先生の方を選んだけど。
それは俺も困る。ああ、頑張ろう。メールが届きました。メールが届きました。はい、というわけでね、じゃあ今回はね、一旦ここで終わりにしたいと思います。次回もね、よかったらまた見に来てくれると嬉しいです。それでは。